はい、あやめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は臨時速報といたしまして、藤井聡太八冠が徹子の部屋に出演されるというニュース舞い込んできましたので、まとめていきたいと思います。2022年の11月、藤井王将と七番勝負を控えた羽生九段が徹子の部屋に出演されていましたが、その羽生九段のお話も藤井八冠やるというふうに番宣で書いてました。2月23日金曜日、徹子の部屋2時間スペシャル、こちら夜にやるやつで、いろいろ情報を調べたんですが、ちょっとまだ現時点で時間が載っていなくて、おそらく19時から21時の枠で登場されると思います。時間が決まり次第また速報、固定コメントなどで追記していきたいと思います。芦田愛菜さんの写真も一緒に載っていたんで、もしかしたら3人でなんか話すような感じになるのか、バラバラで出るパターンなのか、徹子の部屋ってどっちのパターンも見たことある気がするんで、ちょっとね、どっちかよくわかんないですが、芦田愛菜さんとは CM で共演もされてますし、対談もされたことあるんで、結構芦田さんとはよく、藤井八冠出ているような、そんなイメージがあります。イベントで徹子さんと藤井八冠が一緒になった時に、徹子の部屋に出てくれるかしらと徹子さんが藤井八冠を勧誘するシーンがあったということでも大変話題になっておりましたが、そこから間もなくして徹子の部屋出演ということで、もしかしたらその日に出演交渉とかあったのかもしれませんね。その日かもうその前にすでに決まっていたか、そういうことがあったかもしれません。本当に楽しみです。芦田さんと藤井八冠は伊右衛門で対談とか CM の共演とかもあったっていうふうに先ほど申し上げましたが、将棋ファンからは知的な2人の姿に好感を持つ声が多くて、非常にこうね、和やかな空間になるということで、大変好感度高い、そんな2人でございます。藤井八冠の主な CM 出演履歴といたしましては、2017年、2018年、日本郵便年賀状で、2021年富士屋、ちょうど英語戦のスポンサーやってくれている富士屋ゴンチョコレートという商品の CM に出演されておりました。そしてサントリーの伊右衛門、ちょうどここで芦田さんと共演されてますね。藤井八冠が単独で出たパターンと芦田さんと共演しているパターン、2つあったと思います。で、2022年、2023年、読売新聞社、読売新聞、藤井竜王で、読売新聞社竜王戦取材されておりますんで、それで出ているという形でございました。そして2023年、富士フィルム、インスタックスパル、2024年のお正月を映そうと、そういう CM で広瀬すずさんとか横浜流星さん、そして羽生九段、羽生会長だと、羽生会長らと、共演されていたというところですね。で、あと日本 AMD が PC、PC というか CPU ですが、提供していることでも大変話題となっております。最先端の CPU で将棋の研究を深くやっているというのは将棋ファンに広く知られております。ということで、藤井八冠が徹子の部屋に2月23日おそらく、夜の時間帯の枠で出るということが決まったというニュースお伝えさせていただきました。ちなみに藤井八冠の直近の対局イベント予定ご覧いただきたいと思います。2月3日土曜日、アベマ地域対抗戦チーム関西 B と対戦、こちらも藤井八冠が5連勝して終わるという可能性も残されていまして、本当に楽しみですね。でそこは2月4日 NHK 杯戦準々決勝伊藤匠志段戦、そして2月4日棋王戦第1局伊藤匠志段戦、 NHK 杯は10時半から放送で、棋王戦は9時から生で対局ですね。そして2月7日8日王将戦第4局、菅井八段勝てば防衛、今のところ王将戦3勝0敗ですんで、勝てば防衛となります。で、2月10日朝日杯準決勝、そして勝てば決勝戦ということで、準決勝糸谷八段との対戦決まりました。そして決勝戦は西田五段対永瀬九段戦の勝者と対戦という形になります。そして2月17日18日、王将戦第4局で決着がついていなければ王将戦第5局、そしてその後に2月23日金曜日、徹子の部屋、おそらく19時から21時の枠で、芦田愛菜さんと共演されるかどうか、もしくは単独で出るか、ちょっとこちらわからないというところですね。で、2月24日土曜日、棋王戦第2局で、同じく2月24日か、もしくはちょっとこれは1位決定戦を先にやるのか、それとも
敗者復活戦先にやるのかで、ちょっとまた日程が変わってくるんですが、まあ、2月24日、もしくは3月9日ですね、地域対抗戦、もし勝っていれば B リーグ1位決定戦、関東 B か九州の勝者と、藤井八冠の所属するチーム中部が対戦するという形になるかもしれません。またチーム関西に負けていた場合ですね、もし先に2位決定戦の方を進めていく場合は、ここでその敗者復活戦チーム藤井チーム中部が登場すると、そういう可能性もあります。3月3日棋王戦第3局、3月9日10日王将戦、第5局までで決着していなければ王将戦第6局、3月17日こちらも棋王戦第3局までで決着していなければ第4局、26日は第5局、3月30、31日は王将戦第7局、そして3月31日、詰将棋解答選手権が行われますが、藤井王将としては、早めに、もし2月7日、8日あたりで早めに防衛が決まっていれば、その参加、あれですね、参加の届けを出して、3月31日、詰将棋解答選手権に参加されるというパターンもあるかもしれません。まあ、大体その王将戦とか棋王戦どちらもそうなんですが、もし対局を行われなかったとしても対談イベントとか、まあ、いろいろ現地で行われるイベントとかもありますので、まあ、もしかしたらどのみち第7局なかったとしても詰将棋解答選手権参加できないかもしれませんが、まあ、もし参加したら非常にまた盛り上がりそうですね。詰将棋解答選手権の日程は3月31日日曜日となっております。そして少し離れて12月8日、甲子園の100周年、そして将棋連盟も100周年記念ということで、なんと甲子園で羽生九段、羽生善治会長と対局することが決まっています。こちらも本当にどういう形になるか全く予想つきませんが、楽しみですね。甲子園の大観衆の前で羽生九段と藤井八冠が対戦するというイベントとなっております。ということで、ここまでご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。直近のイベントとしては2月3日のアベマ地域対抗戦、こちら19時からですね。そして2月23日、こちら19時から21日の枠のどこかで、徹子の部屋出演と、そういう形になると思われます。それでは失礼いたします。